バンバンザイ、ギシです。ミユです。はい、ということで今回は絶対に笑ってはいけないギシメイクイエーイ。はい、はい、ということでですね、うん、まあ、最近本気メイク、うん、っていうのが流行ってるんですけども、うん、僕ねこのメイクのあれとか何もわかんないんですよ。だから俺が本気メイクをするんでミユは笑わないように言ってください。わかった。一からやって絶対わかんないものしかないでしょ。うん、今のところパスしかわからん。じゃあお助けアイテム作ればミリオネアみたいな。そう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 、本当にわからない化粧品一回だけ家族に電話して聞ける父さんしか出なかった場合よそれで誰も出なかったら自力で頑張ってください。いい？オッケー、オッケー。それだけアイテムは何もっと欲しいの一個だけ。じゃあヒントだけ教えてあげる。よし、オッケー、はい、それでは早速やっていきまーしょう。これ松江区鉛筆待ってよ、これね、なんかやったんだよ。これハイライトだ。ちょっと塗ってぼかすのよ、多分。いらねえわ、お助けなんて。いらないんだ。あ、オッケー。はいよ。じゃあ口に含みます。はい。今日も顔が気持ち悪い。はい、それではギシメイクスタート。まず定番は多分ね下地ですね。これこれ一本化粧下地って書いてるんで、赤ちゃんのあれですか、うん、っていう。うん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 。よし、オッケー。じゃあこれをねなじませます。あっべー、これすっげえ。うんうん。はい。うんうんうん。何？ストップ。ストップ。思ったよりめっちゃ面白い。早く口含んでください。むずいこれマジで。何なんだよこのヒゲのところマジで。いや本当に厳しい戦いこれは。はい、まずピスタチオになります。うーん。やべ、ハゲてんなマジで。ちょっとデコ狭いアピールしときますね。はい、まあとりあえず下地完了しました。次これです。コンディショナーみたいなやつですね。コンシーラーパフ。これね、あんま塗ったくないで叩いた方がいいんじゃないかな。お、でもいい感じ。ちょっとムラがあるかも。で、こいつが問題なんだよ。俺、わからないんですよ、こいつ。あ、チークだ、チーク。思い出した。で、これが多分アイシャドウかアイブロウ。アイブロウ？なんだアイブロウって。はい、じゃあこれを、いや、待てよ。目いきますわ、ちょっととりあえず。ん？これはあれですね。DS のタッチペンついてきました。バカか、お前。マジで。なんで？真剣にやって。やってるって。お願い、本当にもう、めっちゃおもろい。これのね、使い方だけテレフォンしたいんだよ、確かに。DS に本当に使うのか、化粧道具なのかっていうのを白黒つけたいですね、やっぱり。あ、こいつ今日。これは、鼻筋をピッとさせるやつじゃないかな。うん。あ、わかった。ミユがやってた。こうやってやって。いや、もう無理。お前バカかよ、マジ。もうやだ、この人、本当に。やべ、ここだけ黒くなっちゃった。なんだ、ほんと。じゃあ次、これの使い方わかんない。やっべー、また黒ずみできちゃった。待って、名前一回だけ見ちゃダメ。ダメ？鼻高く見えるやつだ。あー、やられちゃった。眉毛。眉毛って鉛筆じゃないんだ。はい、完璧。で、次はキラキラちゃんメイクや。これは手でやって、ここにやってぼかすんだよ。いや、でも多分ね、このね、輝きはここだと思う。うん。かわいよす。で、次、まつげいきます。ティッチュ、ティッチュちょい、ティッチュ。ありがとう。まあ、いきますね。おもれる、おもれる、おもれる。お前めっちゃ面白いじゃん。はい、ちょっと殴られた後みたいなのあるんですけども、こんな感じ。次これ、ここだ。涙袋です、これ。ということで、頑張れよ。すごい、やりたくない。お願い、ちょっと頑張って。あと、ちょっと何回起き出してるの、マジで。めっちゃおもろい。頑張って。で、これは分かります。これアイライナーです。え、すごっ。
多分これで二重をはっきりさせるってやつですね。あ、わかった、目尻これ叩かないとボケないんです。はい、もうちょっとで完成ですね。このタッチペンみたいなのがわからないんでテレフォンをしたいと思います。多分家族に嫌われてますね。あ、もしもし。はい、バーヤン。うん、バーヤン。今化粧してるんだけどさ、タッチペンみたいなのの使い方ってわかる？ん？タッチペン。いや、わからない。なんちゅうのこの。じゃ、なんかね、筆みたいなやつ、筆みたいなやつをどうやって使うかがわかんないのさ。筆の使い方？うん、もう俺はそれに任せる。頬紅に使うんだよ。頬紅？ペットに赤くちょっとするの。おー、わかった、ありがとう、バーヤン。まあ、頬紅に使うと言われたんで、ちょっとチークみたいな感じで使うのかなっていうふうに思いますけどね。あ、わかった。これちょちょちょんってつけてぼかすんだ。バーヤンは頬紅って言ってたんでね。はい、ということで、あとは、まだと。ここら辺つけとこうかな。なんか使わないのもったいないんで。もうやだ。で、口紅をつけます。ラストまでやってた方がいい？あ、口紅だけ。じゃあ、ラストラストラスト、もみしんじゃん。ラストラスト、もみ。はい、ということで、最後ね、口紅を塗りたいです。え、本当に口紅これ？ん？え、合ってるよね。冷てぇ。もう入れなくていい、口の中。もう無理です。そうでしょ。もうやだ。完成です。最後ちょっとね、はみ出た唇を。はい、本当に面白すぎた。何がさ、不安だった？これが一番わからんかった。これはハイライトです。ハイライトっていうのは、ここのこっちがハイライト、チークの上とかにそう塗る、顔をね、一番目立たせたいところを光らせるっていう、まあ、メイク用品なんですけど、見事に最後適当にここら辺塗ってますがね。これちょっと不正解でした。あと分かんなかったのが、これは何っていう。これは涙袋をふっくらさせるやつだったんだけど、もう義士はね、ちょっとマスカラが下についちゃっててね、めっちゃ黒ずんでたから。そうだね、ただこれで伸ばしたって感じだね。ああ、そういうことか。その黒ずみを本来はここにつけるものです。で、みが一番ね、気になってたこと言っていい？バーヤン、バーヤンが言ってた頬紅に使うんだよって言ってたでしょ、うん、確かにチーク、頬紅イコールチークなんですけど、チークは確かに筆を使うんですけど、技師の説明不足で筆にもいっぱい種類があるのね。あ、ただこの筆っていうのは口紅をつける時の筆なんです。あ、マジで。だから細いんですよ。なのにずっとここ中点でやってたね。やってた。あながち間違いじゃないね。なんだら、バーヤンは正解です。僕が正解と。そうだね、ちょっと説明不足だったね。でも男の子がメイクするとこうなるんだって分かった。いや、そうだよ、死なれてる人はうまいかもしんないけど、分からんから。え、これ笑わない方が無理だと思う。めっちゃ面白かった。メイク分かってるからこそ多分面白かったんだね。めっちゃ面白い、本当に。なるほど、メイク勉強しよう、一緒に。そうだね、男の子メイクする時代だから。はい、一応知識があった方がまあいいのかなって思いました。そうだね、うん、はい、はい、ということで、これで今日は家帰ってもらおうと思います。帰んねえよ、ちょっと戻させろ。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。